ムツムネミツ・ミチのク外交は明治中期の第二次伊藤内閣におけるムツムネミツ外務大臣の外交政策を指す。日本の外交史においてみちのくの名前が登場するのは1891年に中米公使であったみちのくがメキシコとの間で日牧州交通省条約を締結した時である。これは日本にとっては初の本格的な平等条約であった。 1892年に第二次伊藤内閣が成立すると伊藤博文によって外務大臣に任命された。道の区はかつて立死者の極の首謀者とされたことから明治天皇の信任が薄かったとされているが、伊藤はその能力を高く買っていたのである。道の区は高6波などを中心とした対外公派の条約励行運動に反対して、 全身的な条約改正を目指し、まず、イギリスとの間で、違い保権の解消に努めた。その結果、1894年7月16日に、違い保権撤廃と、関税引上げを骨子とした、日英通商公開条約を締結した。さらに、交互農民戦争などで揺れる、朝鮮半島問題では、川上総録参謀次長とともに、 新国に対して強硬論を唱えて日清戦争を改戦させるとともにイギリス・ロシアからは好意的な中立を獲得して下関条約締結まで終始日本側の有利に戦況を進める結果となった改戦に至る道の区の外交指導に関しては強引な姿勢が見られ妥協の可能性を封殺していたのではないかとの見方もあるが朝鮮半島を 日本の勢力圏に取り込むという戦争を目的を考慮すれば日清間の長期的平和共存が困難であることもまた事実であった。その後の三国干渉に際しては午前会議でまとまりかけた列国会議開催による干渉阻止案にあくまでも反対し戦争の成果を多く日本に止めることに専念するため両党半島返還を主張した。病床にあった道の区は 列国会議は三国以外の列強からも干渉を受けることも考えられ、長期化すれば、新国が批准を拒む時代さえ生じ得るとして、午前会議で進められた列国会議案に反対したのである。道の区は批判伐出身であり、政府内部では、伊藤の信頼によって政治的な基盤を得ているような状態であったが、逆に反伐政治家とは敵対関係にあった。 自由党の中島信之、星通るとは、名友関係にあった。道のくは、政権三角を目指して、現実的な政策転換を進める彼らと連携する。ことにより、三国干渉に屈して、完全自主権を回復できなかった道のく外交を、軟弱と求断する、コロッパの圧力を退けて、パワーポリティックスに基づいた、冷静な分析に基づいた、外交政策を追求。 推進した。道のく外交の現実主義、帝国主義外交によって、日本は、朝鮮、満州などの東アジアへの進出の道を切り開くことになった。ありがとうございます。